バルド派、バルド派、ウォルデアンズは、バルド派ともいい、12世紀の中世ヨーロッパで発生したキリスト教の教派の一つである。カタリ派と並んで中世ヨーロッパを代表する異端として扱われた。当時ローマカトリック教会側からは二元論的異端として断罪されたが、近年では、福音主義的、聖書主義的特性から宗教改革の先駆とも評される。もともとは、 ピーター・ワールドによって創始された、神徒宣教運動で、製品を追求し、禁欲的な生活をすることをテーマとした。自らを、リオンの貧者あるいは、ロンバルディアの貧者と呼んだ。彼らの特徴は、製品の強調と、神徒による、説教、聖書のラテン語からの翻訳であった。当時のカトリック教会によって、異端宣告を受け、迫害されることになった。 創始者ワルドーは、リオンの裕福な商人であったが、リオンにやってきた、銀遊詩人の歌う聖アレクシス伝を聞きこの世の富の虚しさに気づき、1173年頃に、全財産を投げ打って、巡回説教者となった。ワルドーは説教しながら、街を巡り、人々の記者を受けて暮らすことを理想とした。やがてワルドーの生き方に共鳴する人々が現れ、ワルドーのグループが形成されていった。 ワルドーの精神は、アシジのフランチェスコの思想と非常に近い。ワルドーは、教会から、公式な説教の許可を得ようとしたが、リオンの大司教に拒否された。1179年の、第三ラテラン公会議に代表者を派遣し、教皇アレクサンドル3世と司教団の直接の許可を得ようとたが、これは保留となった。ワルドは1182年頃リヨン大司教に、破門され、 1184年には、教コールキウス三世から、異端宣告を受けた。異端宣告の理由は、教会権威の軽視。教会上層部は、バルドー派が統制を受けずに自由に説教を行う、ことを危険視したのである。霊感なしの説教を行っている。これが、バルドー派への有罪宣告であった。さらに、事実無根の誤りだらけの説教を行っている、ともされ、 聖書のラテン語以外の言語への翻訳も罪とされた。ワルドたちはこの仕打ちにめげることなく、南フランス、北、イタリアで活動し語り派に対して正当信仰を擁護する説教活動を街路や広場、教会で公然と続けた。教会は信道を取り戻そうして一部は復帰したが、大部分は誤解が解け波紋が解除されると期待して自由な説教を続けていた。 バルドーたちは製品と使徒的生活を説いたが基本理念は原始教会への木にあり、教会からは俗人説教を認められなかった。しかし、1230年代になると異端新問が発足して草の根まで分け入った異端追跡が始まると地下活動によって自分たちの運動を存続することを選び、秘密裏に町ちを移動して説教を行うシステムを繰り上げていく。 バルド派の巡回説教者は、ヒゲ、バーバと呼ばれていたが、男女を問わないものであった。運動は、北、イタリア、フランスの都市化された地域から迫害を避けてアルプス型、オーストリア、ドイツ、ボヘミアに広がった。このうちイタリア派、ロンバルディアの貧者は、表向きは信者を装いながら、裏では、福音書に書かれているような道徳を守ることが第一であり、 徳のない聖職者には従わなくても良いと説いた。さらに、蓄財によって腐敗したカトリック教会の組織全体を無意味なものとして否定した。煉獄の観念や聖人崇拝など聖書に書かれていない教義や慣習も否定した。フランス派、ディオンの貧者は、教会と連携を保ちつつ、形式的、儀式的なものは排除した。フランス派は、 アルビジョは十字軍によってカタリ派と共に抹殺され、わずかな生き残りはイタリア派と共にアルプスの谷間に潜んだ。1300年までには北イタリアと南フランスでは人里離れた山中の村を除いて一掃されたが、ボヘミアなどのアルプスの北の地域では広まっていたため徹底的に弾圧された。宗教改革が始まるとワルドー派は スイスの改革派教会に使者を送り協議の祖語はあったものの1560年代までに独自の信仰のスタイルと実践を放棄し改革派教会に交流したそのためアルプスの谷間の信徒は大迫害を受け生存者はスイスに逃れたピエモンテの渓谷地帯に住んでいたワルド派の信者たちも1655年4月の復活祭の前後法王朝の領海のもとに サボイア家のカルロエマヌエーレ2世とフランス王国の連合軍により虐殺された。オリバー・クロームウェルがプロテスタント諸国に外交的圧力をかけ、滅亡は免れた。ジョン・ミルトンはこの虐殺の強くのし、ピエモンテの虐殺、オン・ザ・レート・マスカーン・ピードモントを書いた。ミルトンはワルドー派を・オハをプロテスタントの先駆者と認め、 私たちの先祖たちが気与し、の偶像を拝んでいた時に、古い真理を守ったと述べている。またピューリタンは、当時からワルドー派を福音主義教会と認めていた。1685年、フランスで、南都直令が廃止され、再度フランスによるプロテスタント弾圧政策が実行される。翌年1686年、フランスサボイア連合軍は再度ピエモンテのワルドー派の、 警告地帯にこうした。警告地帯の住民は、ゲリラ戦にて抵抗したが、多くが虐殺され、翌年生き残った住民はスイス等へ追放された。しかし1688年イングランドで名誉革命が起こり、プロテスタントが国王に即位すると情勢が変わり、イギリスとオランダの支援のもとワルドー派は残り続け、1689年に、 アルプスの険しい山脈地帯を旅して、元住民たちが谷に帰還した。この一件は、ワルドーハでは栄光の帰還として、民族的記憶とも言うべきものとなっている。その後も、イギリスやオランダ、スイス等の国家やプロテスタント組織の支援のもとに、復興しサボ以降の忠実な臣民として、スペイン継承戦争では、フランスと勇敢に戦った。イギリスとオランダが、 公権人権保障人がついているピエモンテの渓谷地帯のワルドー派は援助や資金を引き出すためにサブや公に利用された。18世紀後半になってもイギリスからの資金援助は続いたがジャコバイトの脅威がなくなったこともあって大陸の同胞に対する興味を薄れていった。谷では静かな生活が続いたが1789年の フランス革命とナポレオン戦争によってサボヤ家はピエモンテから追放された。ナポレオンはワルドー派に好意的で宗教的差別は撤廃され住民は谷のでも働けるようになったが外国軍の駐留が長引くにつれ物価が高騰しプロテスタント諸国からの援助も適量ということで打ち切られた。1814年にナポレオンの流刑でサボヤが王政復興するが 以前の抑圧体制に戻り、他人の外にいた住民も戻されたには急防した。再びプロテスタント諸国に援助を求め、イギリスでは興味を持った著名人たちの紹介で、ワルドー派を支援するようになった。1848年には、サボヤ家のカルロ・アルベルト国王によって、カトリックと同じ市民権が与えられた。1893年には、 ウンベルト一世が谷を訪れ教会を称賛した。これを機会に、王家の子供のウバは、ワルド派から選ばれるようになった。現在では北、イタリアに2万人の信徒がいる。アメリカなど、メソジストなどと交流したグループもある。プロテスタント諸国の教会からの援助は続いていて、交流も盛んである。2015年6月22日、ローマ法王フランシスコは、 トリノのワルドー派人でピエモンテの虐殺を含むカトリックによるワルドーハへの迫害について謝罪した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。